チャペルクロス原子力発電所は、スコットランド南西のダンフリーズガロウェイのアナン近郊に存在するマグノックスロの原子力発電所。セラフィールドのコールダーホール原子力発電所の姉妹原子炉と共に英国原子力公社に運用、委託されていた。第一の目的は、イギリスの核兵器計画のための兵器級プルトニウムの生産であったが、 送電網のための電力発電も行っていた。現在は廃炉に向けて解体中である。チャペルクロスは、スコットランド南西部ダンフリーズガロウェイのアナンダルエスケダル地区のアナン北東 3km の位置にあり、第二次世界大戦時は、RA 海アナンと呼ばれる訓練空港だった92ヘクタールの敷地に存在する。最寄りの集落はクレイサ。チャペルクロスは、 カンブリアのコールダーホールの島路である。建設はミッチェル建設によって行われ、1959年に完成された。第一の目標は、英国の核兵器用のプルトニウムを生産する計画であり、電力生産は副産物と考えられていた。ダンフリーズ東館サージョン・クラップによって、チャペルクロスワークスは1959年5月2日に公式に開かれた。 1971年に政府の行動で英国核燃料会社が設立されるまでは英国核燃料公社の生産グループによって所有と運用が行われた。チャペルクロス原子炉は BNFL の参加法人で政府によって運営されていた原子力事業を2005年4月に構造改革するまで BNFL の発電事業の旗の下で コールダーホール炉と連携して運用された。チャペルクロスは60ムーを発電可能な4機のマグノックス炉を保有していた。原子炉は英国原子力公社がタービンはパーソンズが供給した。すべての原子炉の所有資産と負債は2004年に新しいエネルギー法で設立された原子力廃止措置機関に移行された。発電所はその後英国原子力グループとマグノックス、 エレクトリックの2層構造モデルによる発電所運営企業と発電所ライセンス企業に運用された。2007年6月、エナジーソリューションは英国原子力グループからマグノックスノースとマグノックスサウスの2つの部門からなる SMC を購入した。2001年にいくつかの重要事象によって最終燃料排出を可能にするため原子力施設。 検査局によって付与されたライセンス文書を受け負おうと1000万ポンドを費やして BNFL はコールダーホールとチャペルクロスの燃料経路を現代の基準に近くアップグレードすることとなった。工学作業は BNS 原子力サービスによって行われた。発電は2004年6月に中止された。原子炉の設計は基本的にコールダーホール原子炉と同じであり4機の180 MWT の黒煙原則に酸化炭素冷却炉のマグノックス炉であった。違いは発電所のレイアウトにあり、最初から4機1組の発電所として委託されていたため、その他の2機1組で2施設からなるコールダーホール発電所のような例よりコンパクトになっていた。単一のタービンホールは8機のタービンを収容しており、 もと三メ2 3ットであったが、後に3 0ットに改良され、原子炉の熱出力は高潮で2 6 5ットに改良された。第一原子炉は、コールダーホール炉と同じ設計であったが、2から4号の燃料チャンネルには運用中の照射による、黒へのダメージの効果を制限するため、バルク原則体が摂氏80度で運用できるように、原子炉用黒煙スリーブが装着されていた。 原子炉の2機は英国の戦略核抑止力やリチウム標的材料の中性子吸収効果を相殺するために必要な縮ウ空ン燃料のトリチウムの生産に使われた。発電所の南部はモジュラー管理棟、4機の原子炉建屋タービンホール、整備工場、店舗、燃料要素冷却地、トリチウム生産工場、フラスコ取扱施設などが存在した。発電所の北部は ハンガーの移行や国園取扱研究所、セラフィールドの再処理で生じた1万ドラム程度のマグノックス酸酸化劣化ウランを収納していた大型ビルなどが存在した。液体排水は 5km のパイプラインを通してソルウェイ湾に処分された。すべての環境排出はスコットランド環境保護庁によって規制される年間排出許可の対象となった。 チャペルクロス原子力発電所チャペルクロスは1980年から2005年までポラリスやトライデント戦略核抑止力のためのトリチウムを生産していたトリチウム生産は中性子によるリチウムターゲット物質の照射で達成されトリチウムガスはチャペルクロス加工工場で抽出されたこの工場は国防省に代わって英国核燃料会社によって運営された物質は 安全な道路輸送を通して、オルダーマストンに移動された。核兵器計画への関与のため、1998年まで、この施設は国際保障措置の対象ではなかった。商業路計画のための評価中であった2号機の燃料棒が挿入された1個のチャンネルの燃料が、黒煙の破片によって部分的に閉塞された。燃料はオーバーヒートし、マグノックス被覆が破損し、 原子炉の一部に汚染が堆積された。原子炉は1969年のクリーンアウト操作の成功後再開され、最終的に2004年2月まで運用を続けた。議会即記の応答参照12714には2000年5月5日の回答が書かれており、BNFL がチャペルクロスで重大事故を起こしたために200ポンドが課されたことを示している。 超音波検査中に2号機の第6熱交換器のブラケットと関係した亀裂が発見された。血管の資料の夜勤検査によって以下のことが分かった。2号機の燃料組み込み作業中、原子炉から引き抜いている間、放射済み燃料要素を保持するために使われるグラブから解放することに失敗し、グラブを解放するためにルーチンメソッドが利用された。しかしながら、 照射済み燃料要素は運用中に引っかかり、シールドされている場所から持ち上げられ、その結果、パイルキャップの運用者が燃料から放たれる強烈な放射線にさらされた。担当者が迅速に対応したため、受けた放射線量は少なかった。この事故は燃料補給作業の安全の不足を明らかにし、免許者は事故を調査し、機器の安全性を確かめるまでの間すべての燃料。 補給作業を停止する緊急措置を取った。原子力規制局はこの事故を調査し、不十分な設計や機器の運用によるものであったと判断した。この事故は国際原子力事象尺度のレベル1に分類されている。雨水の侵入と浸出で少量のマグノックス劣化ウランが一部腐食した難航のドラムから漏れ出した。劣化ウランは三酸化ウランを含んでおり、これは 自然由来のウランよりも放射毒性は低いものの化学毒性は鉛と同様であった。高い密度と低い溶解度のため遠くに分散する傾向はなく乾燥した漏出物は簡単に除去できた。この物質はカッペンハーストを含む大型施設で難航のドラムに保存されていた。BNFL はビルの構造をアップグレードし元々のドラムは ステンレスコーのドラムでオーバーパックされ、長期保存のためカペンハーストの汚宿工場に移動された。3号機の定期燃料抜き取り活動の途中、24本の定律照射マグノックス燃料棒を含むバスケットが排出装置の範囲内で数フィート落下し燃料交換シャフトの上部にあるドアに落ちた。リモート TV カメラによる検査でよって12個の 燃料棒が80フィート落下し、交換シャフトから底部の水の満ちた輸送フラスコに落ちていることが明らかになった。原子力規制局はこのような場合であっても照射済み燃料棒の落下が深刻な問題であるとして調査を開始し、BNFL は放射線の排出がなかったと説明した。運用中の照射によって原子炉内の黒煙原則帯ブロックが収縮したため、 これらの上部のいくつかの鉄製チャージパンは、間質性チャネルの設計位置から外れてしまい、バーストキャンディテクションの配管からぶら下がった。これは2から4号機と、炉心設計の異なる1号機に、最も影響があった。BNFL は適切な安全ケースの製造や、経済的な修復を行うことができなかったために、1号機は2001年8月の1年間の、 停電から発電に戻ることはなかった。4号機の原子炉は修理されたが、この原子炉は修復後も発電に戻らなかった。保健安全執行部は2005年9月26日にマグノックスエレクトリックの下でのチャペルクロスの廃炉計画に同意を与えた。廃炉の目に見える最初の進展は2007年5月20日9時に、 行われた4機の総局面設計のコンクリート、冷却塔の制御解体であった。爆発は、冷却塔のシェルの部分の除去のために計画された。演習のおおよそ3分の2と、シェルの足の3分の2が爆発によって除去され、これによって各タワーは制御された崩壊を起こした。爆発の衝撃が順次伝わり、91メートルのタワーは、 ものの10秒で2万5千トンのがれきになった。コールダーホールのものも2007年8月29日に破壊された。地元の人々のいくらかは地元の産業遺産のシンボルの破壊に反対している。等は地元のランドマークと考えられており、良好な気象条件下では50マイル離れても見ることができる。英国原子力グループと NDA は廃炉や 原子力施設のの運用後のクリーンアウトよりも従来型の解体を優先している。冷却塔1の殻の大部分は外観に建設の不備に起因する目に見える膨れあるにもかかわらず爆破に耐えるよう管理されている2012年12月には4基の原子炉のうち3基から燃料が取り出され2013年代半ばには全ての燃料が取り出されることが予測される。ありがとうございます。